サイバーフォースはサイバーテロ等に直接対処するとともに事案対処活動の支援を行うために本全国に配置された情報セキュリティに関する機動的技術部隊の総称である。サイバーテロ発生による社会的影響の甚大さから未然防止や被害拡大の防止等の重要性を考慮され2001年4月に設立された。その拠点は全国に置かれている。 中心である警察庁情報通信局情報技術解析化サイバーテロ対策技術室は通称サイバーフォースセンターと呼ばれインターネットの治安情勢を常時監視し関連情報の集約と分析を行っているまた研究開発やサイバーフォース要員の教育訓練設備を備えているその検知ネットワークシステムは日本全国の警察機関にある 相当数のインターネットとの接続点に設置された侵入検知装置を常時オンラインで監視するもので、サイバーフォースの中心的なシステムである。これによって収集された情報の分析によって、インターネット上で発生している様々な攻撃手法などを早期に発見し、関係各機関へ情報を提供する等の業務が行われている。使用されるサイバーフォース用訓練システムは、 様々な環境が設定可能であり、実際の攻撃を想定した実践的訓練が可能となっている。最新技術によるサイバー犯罪に対応するための技術力の維持、向上に必要な大規模な研究、開発システムが整備されている。揃えられた各種オペレーティングシステムや IDS、ファイアウォールなどが様々な攻撃手法を想定した研究、開発を可能にしている。 ありがとうございます。